第67回プライムタイムエミー賞は2015年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2014年6月1日から2015年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は2015年9月20日にカリフォルニア州ロサンゼルスにあるマイクロソフトシアターで行われた 司会はアンディ・サムバーグが務め、アメリカではホックスが生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月12日に発表された。第67回プライムタイムエミー賞のノミネートは2015年10月28日に発表された。主要部門の最多ノミネートはアメリカンホラーストーリーの8部門だった。 主要部門の最多受賞は、オリーブ・キタリッチの6部門だった。クリエイティブ・アート賞を合わせた合計では、ゲーム・オブ・スローンズが12部門を獲得し、最高記録を更新した。テレビ芸術科学アカデミーにより、プライム・タイム・エミー賞のルール変更が行われた。ジェフリー・タンバー、トランスペアレント・コメディシリーズ主演団優勝、ジュリア・ルイス・ドレイファス、ビップ。 ビープコメディシリーズ主演女優賞ジョン・ハム。マットメンドラマシリーズ主演男優賞ビオーラ・デイビス。殺人を無罪にする方法ドラマシリーズ主演女優賞。リチャード・ジェンキンス。オリーブ・キタリジ・リミテッドシリーズ。テレビ映画主演男優賞。フランシス・マクドーマンド。オリーブ・キタリジ・リミテッドシリーズ。テレビ映画主演女優賞。トニー・ヘール。ビップ。ビープコメディシリーズ主演男優賞。アリソンじゃねえ。 マムコメディシリーズ助演女優賞、ピーター・ディンクレージ、ゲーム・オブ・スローンズドラマシリーズ助演男優賞、ウゾ・ア・ドゥーバ、オレンジ・イズ・ニュー・ブラックドラマシリーズ助演女優賞、ビル、マーレー、オリーブ・キタリジ・リミテッドシリーズ、テレビ映画助演男優賞、デジーナ・キング、アメリカン・クライム・リミテッドシリーズ、テレビ映画助演女優賞受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、括弧は、 アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。